リフレッシュできますね。リセット大事だなというふうに感じますね。自分の内面を見つめ直したりだとか、マイナス思考になってしまいがちですね。それでこう、せっかくのチャンスを逃してしまったらもったいないな。芦田さんにとって欠かせない3つのこだわり、聞かせていただけますか？はい、そうですね、毎日お風呂にお湯に浸かることと、あと日記を書いてるんですけど、日記を書くことと、あと挨拶を心がけてます。それは自分の中で決められた瞬間とかがあったんですか？そうしようって決めた時があったんですか？そうです、特にこう何かきっかけがあってとかではないんですけど、やっぱり日記を書いたりとか、お風呂に浸かるのもそうなんですけど、なんかこう、ポジティブなこともネガティブなこともこう書いて、自分の内面を見つめ直したりだとか、挨拶もなんか恥ずかしがらずにこうしてみると、やっぱり気持ちよく一日を始められる気がするので心がけてます。何かお話をお伺いしてると、リセットするのがお上手なんだろうなって気がしますよ。そうですかね、そうですね、リセット大事だなというふうに感じますね。やはりどんなに疲れててもお風呂で入ると変わりますか？そうですね、やっぱりなんかこう、少し一人になってリラックスできる時間なので、なんかこう考えがまとまったりとかもありますし、すごくリフレッシュできますね。今度は今3つのこだわりをお伺いしたんですが、芦田さんが何かを選択するとき、決めるときに重要視していること、大切にしていることあったら教えていただきたいです。いかがですか？あんまりこう、私はすごくなんかこう考えすぎてしまうところがあって、もちろん深く慎重に考えるっていうのはすごく大事なんですけど、なんかこう考えなくていいことまでこう想像して、すごくネガティブにネガティブにマイナス思考になってしまう節があるので、でもそれでこうせっかくのチャンスを逃してしまったらもったいないなっていうふうに思うので、なんかこうやってみたいなら、選んでみたいならやってみればいいんじゃないっていうポジティブな気持ちも大事にするようにしてます。少し心配性なところがあるかなっていう気がしてるんですか？そうですね、本当にすごく心配性なので、そうですね、マイナス思考になってしまいがちですね。でもそれを先ほどの3つのこだわりで、はい、リセットしてこうポジティブに考えることも時には大事かなと思います。ありがとうございます。